はい、どうもこんにちは、七重です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は掛け合いの定理という定理を紹介したいと思います。範囲はまだなんか合ってないような感じですね。高校数学に入るかというと、高校数学の内容で証明はできますけれども、習うことはないと思います。一方、大学の数学科とかで、習うこともあまりないんではないかなと思うんですね。やるところはあるかもしれないですけど、少なくとも私は授業で習ったことはないです。ただ、参考書なんかには結構乗っかってることが多いかなと思います。例えば、高木定次先生の大数学講義とか、斉藤正彦先生の線形代数演習の方ですねの付録の多項式の欄にはこの定理が紹介されています。というわけで、しっかり演習まで取り組んだ人は掛け合いの定理といえばわかるかなと思います。掛け合い総一という数学者、それなりに有名なんですね。東大教授で20世紀前半に活躍した、人です。大数学方程式の根についての研究とか、それから掛け合い集合っていうんですね、長さ1の線分を1回転させてできる図形を調べたりとかですね、なんかで、歴史に名前が残ってる人です。はい、というわけで、この定理の証明をしていきたいと思います。すごく初等的で高校生でも理解できるんですね。で、一方でその大学3年に、2、3年にルシエの定理っていうのが複素解析で習うんですけど、これに近い形の、結論は出せるんですけど、全く同じ結論を出すことができなくて、初等的に解くしかない定理なのかなという印象ですね。大学3年時にやった時に、1週間ぐらい考えたのでできなかった記憶があるんですよ。多分、できないんじゃないかなというふうに思ってます。できたことがあるとか知ってる人はぜひ教えていただきたいなと思ってます。近い、証明というかね、近い結論は出せるんですけど、全く同じ証明は出せないんですよね。なぜかちょっと不思議なんですけども、この減少列、絶対値の係数の絶対値の減少列っていうのが特殊だからなんでしょうかね。じゃあ証明していきたいと思います。前半と後半に分かれて証明をします。まず前半はこれ、単に三角不等式を使うだけなんですけれどもね、1-z の pz っていうのをかけていきます。これがポイントです。1-z の pz っていうのをかけてしまえば、シグマ計算を、やれば、この問題一瞬で終わってしまうんですよ。こうなりますよね。で、これ展開して、三角不等式取るだけなんですね。なんですが、シグマ計算でパッとやってしまうとなんかわけわかんなくなっちゃうので、これを展開した式を書いていきたいと思います。1-z かける a0 たす a1z たす点点点の nz の n 乗ですよね。で、これを展開するとこっち側に書きましょうか。 a0 たす a1-a0z たす a2-a1z 二乗たす点点点の an-an-1z の n 乗マイナス an の z の n たす1乗となりますね。で、pα イコール0というふうに、根を、勝手な根を α というふうにしましょう。で、α を代入して、移行するとですね、a0 だけ移行することにします。というか、a0 だけ残して、他全部移行した形で書くと、どうなるかっていうと、引き算の、順序が逆になりますよね。だから、a0-a1 の α。たす a1-a2 の α の2乗たす点点点の an-1-an の α の n 乗たす α の n 乗 a の n 乗の α の n たす1乗となりますよね。で、今 α の絶対値が、仮に、
1より小さいと仮定すると、矛盾が起きることを証明します。これ絶対値を取るんですね。両辺の絶対値を取って、A0 は実数ですから、絶対値取っても変わらないですね。正ですから。で、三角不等式によって、これは A0-A1 の絶対値 α になります。で、同じように A1-A2 の絶対値の α の2乗になって、an-1-an の絶対値の α の n 乗を足す絶対値 an の絶対値 α の n 足す1乗となって、α の大きさが今1よりも小さいとしているので、1の方が大きいわけですね。で、1代入した方が大きいので、1代入すると、それから絶対値は、今減少列って言ってるので、これ絶対値そのまま外れるんですよね。つまりこういうふうに、括弧に乗っちゃいます。で、ここに1を代入して、A1-A2 と。で、ここ1代入して、1の方が大きいわけですから、こんなふうになるというわけです。で、AN×1 の N たす1乗。で、これ全部計算すると、消えるところがあります。A1 が消えて、A2 が消えて、AN も消えるわけですよね。で、残ったものは A0 だけになっちゃうわけです。ということで、これは A0 で、A0 は A0 より小さいとなって、ここに、等号抜きの不等号がありますよね。これで矛盾ということですね。となり、矛盾。したがって、α の絶対値は、今1未満と仮定しましたけれども、1以上であるってことが言えたと。これが成立するってことですね。これで証明終わりです。前半の証明が終わりということになります。いいですか。はい。じゃあ、後半の証明に行きたいと思います。後半の証明はこの真ん中のところの式を、ちょっと使うので、残り3段のところを消去して、ここからいきたいと思います。で、問題は、この式で α=1 と仮定をしてみます。今度は絶対値が1より小さい、1以上だっていうのが分かったわけですけど、α の絶対値が1だというふうに仮定するってことですね。で、この時に矛盾を導くわけです。で、α は e の i シータというふうに置けます。絶対値が1ってことね。で、e の i シータを代入すると、a0 イコール、a0-a1 の e の i シータと、足す a1-a2 の、e のi2 シータってなりますね。で、同じように a の n-1-an の e の in シータ足す an の e の i の n 足す1シータってなりますよね。単円上の点を代入したってことです。で、この式において両辺の実部を取ります。コサインシータ足す i サインシータの形に直して実部を取ると、要するにこの e の i シータの部分ですね、ここが全部コサインシータに変わるってことです。左辺が実数なので、全部コサインに変わるわけですよね。ということで、実部を取ると a0 イコール a0-a1 コサインシータ足す a1-a2コサインの2シータ足す…の a の n-1-an の、コサインの n シータプラス an のコサインの n 足す1シータと、という式ができますよね。で、改めて両辺の絶対値を取るんですけど、コサインの k シータっていう値は、全部絶対値取ったら1以下ですよね。1以下なので、1の時しか成り立たない
わけです、基本的にはね。だからまあこれ両辺の絶対値を取って、比較をすることにします。ここね、そうすると、まあ、先ほどと同じように、前についてる係数は全部正なので、こんな風になります。コサインシータ足す A1 マイナス A2 コサインの2シータ足す点点点の AN マイナス1マイナス AN のコサインの N シータの絶対値足す AN の絶対値コサインの N たす1シータとなりますよね。で、ここで統合が成立するのは、つまりここ先ほど全部1に変えたわけですよね。ここは全部1以下なわけです。で、1以下でなかったら統合はさっき、A0 が A0 よりも、まあこれ計算すると結局1の時が、A0 になるので、これ結局、全部1の時が A0 になるので、1の時以外はダメなんですね。だから、全部1が入るってことです。ただしここの係数が全部0だとすると1でなくても、問題なくなっちゃいますね。ここはちなみに AN は1ではない、0ではないわけで、ここは、1が入らなきゃいけませんですね。だから連続する3つのところっていうのは、例えばここが0でないっていうことでもいいってことですね。まあ、2つその連続するところが、0でなければコサインのそのところが、1になるしかないってことですね。これ、この時点で、A0 以下ということが言えてるわけです。全部1入れた時に A0 になるので、計算したら A0 になるので、今、まあ、仮定によって AK と AK たす1と AK たす2という統合成立の、3つの項があるということですよね。ということは、つながったコサインの、K たす1シータと、のところで、コサインの K たす1シータのところで0、1ですね。1で、コサインの K たす2シータのところで1になっている必要があるわけです。0でないところでは、この差が0でないところでは、1にならなきゃいけないから、こうなるわけですよね。そうすると、K たす1倍のシータっていうのが、2π 倍になってるんで、2πみたいな形にかけて、それから、K たす2倍のシータというのが、2qπ みたいな形にかけるっていうことなので、結局シータは2-q-pπ っていう形で 2π 倍になるってことですね。つまり E の i シータは1ってことです。ただし P1 はもともと0ではないんですね。 P1 はもともと代入すれば分かる通り0ではありませんということで、根ではないってことですね。正係数で、しかも単調現象関係ないですね。正係数なので明らかに P1 は0でないってことですね。したがって、単円上に、0になるものはないってことです。したがって Pα は1より大きいってことが言えます。そうですね。これが結論ということになります。いいですかね。ちょっと難しいところが、まあここの部分が、この部分が、そもそも全部1の時にこの計算結果が A0 になるんです。で、その時この統合が成立するわけですよね。これとこれの統合が成立するわけです。ただし、係数 A0-A1 の係数が全部0で等しかったとすると、その限りではないっ
っていうわけですね。1にならなくてもその係数が0になってしまったら、コサインの 2θ の値が別に1じゃなくたっていいわけですよね。コサイン θ とかコサイン 2θ の値が、1じゃなくてもいいってことなので、まあ、連続する2つのところで0、1になるっていうようなものを見つけるためにこの十分条件を作ってます。この2つによってこの式が出てきて、それで θ が 2π 倍になるっていうことですね。ということで1以外にないということを持ち出しています。いいですかね。はい、というわけで、まあ後半ね、これ単円上にも解がないっていうことは結構使える、定理だと思いますので、覚えておくといいかなと思います。全部ね、ここの不等号がイコールついてないような、ここの部分等号が全部ついてないようなものが家計の定理になっているものも見かけたことがあると思います。なので、まあ、全部等号が成立しなくても別に、例えばね、この3項ところだけで等号が成立してなかったり、ここがそもそも定理成立してないのでここだけでもいいっていうことですね。一つですね。そういうところに、まあ、気がつけば、証明はできるということですね。ちょっと改例をさせていただきました。はい、というわけで、家計の定理の紹介でした。まあ何に役立つかというと、まあそうですね、数学オリンピックの本選レベルの問題に、これの関連する問題が出たことがあります。なのでまあ今後そういう問題もやっていきたいと思いますので楽しみにしていてください。今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。